では、佐藤さん、白旗上がりました。いきますよ。はっきよーい。残った。ピーちゃん、はーい、感想を聞きたいと思います。はい、頑張りました。ピーちゃんにぶつからないようにして、はい、ありがとうございます。はい、お話を聞きたいんですけども、ちょっと先に進んでいこうかなと思っております。勝者のインタビューをお願いします。はい、お願いします。いいですね。はい、この緊張感、なんとも言えません。はい、白旗上がりました。残った。白い T シャツの方が残ってました。2人は座り込んでたんで、彼女が勝者です。座り込んだらダメなんで、はい、はい、足ついたらダメなんで、立ってたのは白い方だったので、白い方が残ってます。はい、優勝です。はい、勝ち残りです。はい。さあ、それでは勝者捕まえていただきましょう。はい、お願いします。金ちゃん。金ちゃん、まだ、はい。うんうん。残った B の方の、すごい T シャツがまだ綺麗な、勝者にちょっとお話伺いましょう。ちょっと降りてきてもらいましょうか。こっちよろしいでしょうか。じゃあ、ゆうちゃんお願いします。ゆうちゃん、はい、先ほどですね、指導の T シャツの方お持ちありましたけれども、他の2人がその前に、土台の方に手をついておりましたので、指導の方がリーダーでございます。はい、おめでとうございます。こちらの方に来てもらって、すごいバランス取ってる。はい、準備の方が今ね、その土俵自体が安全な場所に移動しておりますが、これが配置されたらスタートということになります。さあ、 両チーム両土俵ね、鮮やかな色ですが、しっかりと熱い戦いを繰り広げていただきたいと思います。それでは上がりました。よーい、残った。すごい、素晴らしい、綺麗に決まりましたね。おめでとうございます。この2名でございます。はい、じゃあ、時間も時間なんで、はい、はい、最後の距離がありまして、はい、NTT 杯、NTT 西日本杯 25m 自由形、はい、子供の分だけちょっと先に、あ、志保、うまくなりませんでしたけど、勝ってよかったです。頑張ります。決勝頑張ってください。頑張ってー、はい、バイバイ。ピーちゃん、はい、ではインタビューの方行きたいと思います。鹿島市のインタビューなしで進んでいきましょうか。はい、意気込みなしで、うんうん、はい、押してと思うんですが、なかなか人が乗ってるとなかなかですね、スタッフもしんどいと思うんですけど、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。実際に乗っちゃうとね、ちょっと危なかったりするんで、ちょっと奥まで出してですね、このね、一番発狂してるのはもうこのスタッフの皆さんですからね。そうですね、本当にもうね、頑張っていただいておりますが、いかがでしょう。子供たちもね、うん、今助けられたりして、無事に進んでると思いますけどね。はい。あ、シバタ上がりました。はい、それでは発揮を参ります。発揮を、残った。
残った、あと一人、どうなんだ。うわこれはまあ、白かな、はい、ポッカブリの、はい、方と赤い T シャツの方が残りました。おめでとうございます。誰かさっきよりも決勝のため今浮島が少し中に行っております。緊張してきますね。そうですね、やっぱりこの決勝のこの空気感ちょっと違いますね、やっぱりね、予選とは。自由を決する戦い、この女同士の熱い戦いを制するのは誰なのか。ちょっとみんなが乗ってるから重たくて、一生懸命スタッフが起きえと進んでおります。このね、思いもね、思いですからね、はい思いがやっぱり思いですから皆さん。なるほど、決勝にかける思いが、はい、なるほど、決して大事なことは言ってませんよ気持ちの面で言ってますからね。なるほど、チャンピオンに選ばしは一人の猛者のみ。参りましょう。発揮を残った抱え込みで一緒に出ましたから、はい、はい、ちょっと現場での審議が、金ちゃんがね、いろいろ見てるんで、はい、金ちゃんどっちが勝ったと言いました。誰なんでしょう。現場のジャッジをちょっと、はい、待ってもらいますかね。はい、先ほどのですね、戦いですけども、白の T シャツの方と頭にですね、赤色の月をかぶった方なんですけども、はい、最後落ちる時に、はい、少しだけ、白の T シャツの方の足の方が早く中の方に着地をしましたので、はい、優勝の方は、頭巾をかぶられた方になります。はい、あー、おめでとうございます。おめでとうございます。それではですね、ちょっと、優勝インタビューの方をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。結構ね、深く入ってしまうとなかなかなもんですからね。インタビューちょっと連れ出していただきましょうかね。そうですね。はい、完璧に大きな拍手です。はい、ありがとうございます。コングラチュレーション。